元の吉中祖や甲斐の一条次郎とこそ来て互いに良い敵ぞ吉中を行って京江之助に見せようや。ただいま名乗るのは大将軍ぞ。あの砂者どもを漏らす砂若党を撃てや。なれば伊豆地へも行け。我は一時にせんと思うなり、もし人手にかからば自害をせんずれば、木曽殿の最後の戦に女をぐしたりけりなんど言われんこともしかるべからず。あっぱれよかろうときなら最後の戦して見せ立てまつらん。
何とも思えぬ鎧が今日は思うなったるぞや。御身をまだ今や疲れさせたまわず、御馬も弱りそうなわず、何によってか一両の御背中を思うは面白し候べき。それは味方に音声が通らわねば臆病でこそ沢をお示し到来。羽平一人候とも世の武者千機をお示せ。いや七つ八つ候えばしばらく防ぎやつかまつら。あれに見え候阿波津の松原と思う。あの松の中で恩自害到来。金魚はあの松原へ入らせたまえ。羽平はこの敵防ぎ候らわ。吉中、港にて、いかにもなるべかりつるが、ここまで逃れくるは、何時と一緒で死なんと思うためなり、ところどころで打たれんよりも、ひとところでこそ、打ち死にをも攻め。弓遊びは、年頃、日頃いかなる巧妙将来ども、最後の時深くしすれば長き傷にて候なり、恩義は疲れさせたまいて候、続く生は候わず敵に押し隔てられ、勇敢なき人の労働に踏み落とされさせたまいて、疲れさせたまいなら裁かり日本国に聞こえさせたまいつる木曽殿おば、それがしか労働の打ち立てますかり、何度申さん男と口を衆候らえ、ただあの松原へ入らせたまえ。さらば日頃は音にも聞きたら、今は目にも見たまえ、先ほどの御目の子も今一度借りた少年三十三にまかりなく、ある者ありとは鎌倉殿までも知らせされたんだ。谷平って全然見えねえな。この日頃、日本国に聞こえさせたまいつる木曽殿は、三浦の石田の次郎旅久が打ち立てまつたるぞや。今はそれをかばわんとてか、算をすべきか。これを見たまえ、東国の殿から、日本一の豪の者の自害する手本。